愛知県豊明市にあるアズールさんにやってきました。アメ車専門店部門ですね。はい、ご紹介する部門はこちら。はい、はい、こちらです。ダッチチャレンジャー、そうですね、SR8、いわゆるこのヘルキャットってやつ。いや、ヘルキャットに見えるんですけど、実はデーモンなんですよ。デーモン、小暮、SRT8、 SRT デーモン、デーモン、デーモン、本当ね、昔、はい、2009年のやつ乗ってた。2009年新車で、あのいわゆるヘミのやつですね。そう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 、 SRT8 の 6.1 年ですね。はい、はい、あれ買って乗ってたんだけど、元からこういう形なの、そのデーモンっていうのは。元からこのパッケージですね。もうワイドボディになってて、はい、最初から。そうです、最初からです。そしてこのデーモンが、はい、ちょっとごめんなさい、あんまり詳しくわからないんですけど、こういうパッケージになってるの。そうですね、ワイドボディ、あとボンネットとかの形状も多少違うんで、うん、ボンネットのダクトも、うん、もう一個でっかいのがドーンってついてるんですけど、はい、こいつですね。この形状もデーモンならではです、ね、これだって、はい、でもエンジン見せてもらいましょうか。エンジン、はい、かしこまりました。見た目そんな変わんないんですよね。でも中身と付属品とかがもう特別なものがいっぱいあるんですよ。なんでその詳しいの。もう勉強してた。いや、そうなんですよ。知ってるんじゃないですか。あの大好きなの。ちょっと実は。エアクリーナーも最初からこうなって。これ最初からです。純正です。全部純正。スーパーチャージャーがついて、うん、大型のエアクリーナーがついてます。これ排気量はいくつなの。これが 6.2 リッター、6200cc ですね、はい。のスーパーチャージャー。スーパーチャージャーと一緒なんです。ベースは。アインジンか。はい。で、ただそのスーパーチャージャーが普通のあのヘルキャットとか。と違うってことだよね。ちょっと違いますね。これ見て、ほらデビルマークがほらこう浮き出てるんですよ。 3D 加工になっててすごくないですか。もうやっぱね、好きな人にはたまらん。でもね、うん、このデーモン様ね、結構いろんなとこにいっぱいいるんですよ。デーモンついてんの。そう、デーモンを探せですっていう、はい、これ何馬力なの。これが、キーが2本ありまして、うん、ブラックキーと呼ばれるノーマルのキーがありまして、うん、それでエンジンをかけると500馬力です。はい、ほぼほぼスペック の、 あの SRT と同じぐらい。そうですね、 SRT と同じぐらい、はいはい、で、レッドキーと呼ばれる専用のキーでエンジンをかけると808馬力になります。すごい、300馬力上がります。すごい。黒いキーはただ同じ形で黒なんですけど、うん、赤キーはこちらにデーモンっていう刻印が入りまして、たまらん。ちょっと待って、ちょっと待って、普通のノーマルキーあるの。ノーマルキーあります、うん、こうやってさ持ってたりしたらさ超かっこよくないですか。デーモンだ。デーモンどこ。デーモン乗ってるんだって。でもどうせならここまであの顔が欲しかったよね。あー、あの顔、あ、この顔。そう、ノーマルキーが同じなんですけど、後ろは SRT になってるんですよ。そうそうそう、これがその印なの、うん、これでエンジンをかけないと、うん、そのいわゆる多分コンピューターが切り替わる。そうです、フルスペックの車にはならない。すごくないですか。どうせだったらデーモンバージョンとこれ一回試してエンジン、エンジンの、あのあれが違うの、音が。いや、音はそこまで変わんないんですけど、その多分レスポンスが変わりますね。かけてみましょうか。じゃあ、うん、まずノーマルキーで、はい、ノーマルキー、はい、キーからレッドキーに。これもかければいいやね。持ったままエンジンスタートですね。今ので、はい、ガソリン4リッターぐらい使ったね。ねえ、で、これまたすごいのがレーシングカーって04的な乗り、
そうですね、ドラッグレース、うん、だよね、はい、でその04モードとかそのデーモンになってその800馬力にしちゃうとエアコンとかも制御されて、そうですね、ドラッグモードっていうのを切り替えるとエアコンが勝手にもうオフになってアイドリング安定させるためにもう熱風しか出なくなるんです。これあのディアブロはあのここにスイッチつけてるよね、エアコン。あ、まあでも一緒のことですね。そうそう、そういうこと、はい、そうです。ここ勝手になっちゃうの？もうあのドラッグ仕様に変換すると勝手になります。あのモードがあるじゃないですか、スポーツモードとか、はい、それにドラッグモードができるよっていう。なるほど。一応あのメーカーのホームページだと当時のウィリーしてましたね、公式で確か84センチウィリーして進んだっていう。やばー、84センチ84センチウィリーしたままドーンってこう。それも一瞬じゃない車だった一瞬なんですけど、市販車でそれができるってなかなか、なかなかないですよね。ないので。じゃあこの、そのデーモンっていうのはそのいくらなの？これ今まあ為替の問題もあって、うん、出たのが2018年おー3年前そうですね、はい、に発表されて、はい、2019年ぐらいに売りに出たんですね。そうですね、売りに出て、はい、市販で、うんうんうん、で結果この今回このうちのデーモンに限っては中古はやっぱり嫌だったんで、うん、新車を全米で探したんですよ。素晴らしい。でアメリカ国内に3000、うん、であとカナダに300、3300で限定だったんですよ。これが1年間ですよね。1年間で、この1年間で、でもうそれ以上も出さないってことで、はい、で結果もやっぱ中古はやっぱ何台かあったんですけど、うん、新車探すのにどれぐらいかかった？だいたい1年近くは。そんなにかかるんですか？かかりましたね。そしたらそのディーラーの展示のやつを何度も譲ってくれっつって新車を全米で探したんですよ。素晴らしい。でアメリカ国内に3000、うん、であとカナダに300、3300で限定だったんですよ。これが1年間ですよね。1年間だけ。この1年間で。でもうそれ以上も出さないってことで、はい、で結果もやっぱ中古はやっぱ何台かあったんですけど、うん、新車探すのにどれぐらいかかった？だいたい1年近くは。そんなにかかるんですか？そしたらそのディーラーの展示のやつを何度も譲ってくれっつってめちゃめちゃお願いして、あの東海岸の方からこっち持ってきた。わあ、すごい。新車なんすごい。へで特にそのデーモンで面白いのはこの車としてあっても、あとで中を見せるんですけど、そういうクレートって言ってあの工具付きのやつのセットがなくて、ね、それもすごい苦労したんです、ね、もう本当にたまんないですよ。ちょっと待って、君は本当に詳しいね。そんな系なんか詳しかったのは初めて。私北海道出身なんですけど、その日本でデーモンを買った人が北海道の人なんですよ。あ、そうだね。そう、北海道の人で、ね、プレミアになっちゃってるんですよ。かなりこれ基本、はい、もう、はい、プレミアがついてます。特に今向こうのアメリカの事情っていうのがいわゆるこう半導体云々で車手に入んない、うん、ディーラーがいわゆる値付けしていいんですよ向こうは、うんうん、例えば10万ドルとか5万ドルって決めても今相場にないなって言ったら1万ドル2万ドル値付けしてもう売っていいんですよ。日本ダメじゃないですか、うん、定価以上は、うんうん、ただそういうのがあって、で特にもう旧車とかでも全部高くなってきてて、でこの車もプラス8万ドルぐらい、8万ドルぐらいですかね。だから日本円すると2300万ぐらい。わお、しますよね。はあ、メシャの値段じゃないね。もうだからもう昔で言ったらそれこそ F430 とか新車で買えましたもんね。欲しい方多分もういくらでも出すプレミアと思いますね。いやですよね。もう手に入らないんで、うんうん、はい、手に入らないっていうのも一つ、はい、やっぱこんだけのハイパフォーマンスだっていうのが一つ。なるほど。うん、あとね、隠れデーモンがいるのが私めっちゃ好き。ライトの中に隠れデーモンがいるんですよ。このマークが、このマークが、そうどこにいるでしょうか。これここもうあれ、こっちがライトな、内側ついてないんだ。ついてないです。もう、はい、吸うようになってんだ。はい、え隠れデーモンって何それ。いるじゃないですか。どこにいるでしょうか。全然分かんない。ですよね。分かんないですよね。分かんないですよね。どこ見て、ここ、この内側、下の。これライトをつけると浮かび上がってくるんですけど。そう、ここ見えません、うんうんうん、ほら、見えてるよ、すごいかっこいい。タイヤも専用のタイヤになってる。大きいよね。ドラッグ用のタイヤになってますね。なんかセミスリックみたいなのが、はい、そうですね。
まあ、あと内装とかその辺 の, あのコンピューターの違い、はい、これあのムーンルーフサンルーフはまだついてないのかな。ただついてないだけ。確かただ設定がなかったような気がします。ただ合成を上げるためにないんだと思うんですけど、ね、あのもうここそこまでウィリーする車だから、だから結構重たくなりますしね、つく時点でこのよじれがあってね。そうですね、合成っていうことだろうね。ブレーキは一緒。ブレーキはいや多分これ大きいよ。パフォーマンスのブレーキになってます。大きい、まあ、そんだけちょっと面白いっていうのと、はい、その一つはのそのクレートを見てください。クレートですね、ちょっと涼しいところ中にクレート、はい、これがついてくるんです。何これ。いやかっこいい。専用のもうボックスですね。専用工具とかっこいい専用の、これ何なのこれ。ホイール。えそれがドラッグレース用のホイールになります。あそうなの。ほんで、はい、ジャッキとか。ジャッキとこれがついてんの。それがついてます。え、これ納車、例えば購入してプラスいくら出せば買えるよってことですか。確かこれももともとついてたんだと思うんですけど、ただアメリカとかで探すとこれだけを、まあ車は別にいいけどこれだけ持っとくとかいう方がいるんで、ね、セットで見つかるのがほとんどないです。あやっぱそうなんだ。あのね車で、はい、あのパガーニゾンダ分かるでしょ。あ、あります。パガーニゾンダはここに2つあのバッグが入ってるんだよね。あそうですね。エルメスの、ね、エルメスがバッグがあったけど、そのバッグはみんな抜いちゃうの。取ってちゃうんですね。ねついてないんだから。そうなの。パガーニについたそのバッグ持ってるやついるんだよ。そうですね。それかっこいい。だから当時 の F40、F50 もみんなセット。あ、そうなんだ。ついてましたね。あ、これすごい。これ多分テレビであの見せるの初めてじゃないの？こんなのね。そうですね。こんなの紹介。こんなの知らないの。なかなか日本ではないですよね。ないですね。しおりちゃんの北海道の知り合いの。持ってます。これ持ってる。持ってます。しかもこのデーモンクレートに、うん、チューニング用のコンピューターが入ってるらしいんですよ。はい。それをつけるとなんと808馬力から840馬力になります。もっと上がるの。微妙な上げようですよ。その30何割で分かるぐらいのこのあのなんていうかドライビングテクニックがあったんですけど、それをつけると1メーターウィリーする。いや分かんないです。行くかもしれないです。はあ。でもすごいね。凝りすぎだな。うん、ね。もう分からないですね。素人目では。ただもうそのいわゆる多分このダッジっていうブランドはやっぱこんだけのあのなんていうんですかクライスラーとの違いで。草分けでやっぱこういうレース、ドラッグレース、こんだけすげえ車作れるよっていうのをやってるのかもしれないですね。やっぱ遊び心がありますね。これだってフロントでしょ。フロントです。でフロントにつけてあの空気抵抗をなくして、うん、だからこれつけたら多分ウィリーするよ、確実に。そうですね。そのウィリーしてるのもこの細いタイヤだと思うね。全部そうですね、もうドラッグ仕様に全部変えての、デーモンね、はい、すごい車というのが分かりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。